図紙三兄弟は日本の男性ボーカルグループ。神奈川県図紙出身の実の三人兄弟により結成。所属レーベルは2010年から2013年までフォーライフミュージックエンタテイ t メント、2014年よりトクマジャパンに移籍。2017年に自らのレーベルシンクロオーカルアクトクロボリーレコーズを発足。所属事務所はベックスマネージメント。 三人とも血液型は A 型。苗字はグループとしては公開していないが、商場はソロ活動の際に平井商場名義を用いている。もともとユウオノレとタイガはバンド活動を、商場はそのバンドのローディをやるから、シンガーソングライター、作家として活動を行っていた。バンドにてドラム担当であったタイガがバンドの活動休止の際、 自身も歌で表現をしたいという気持ちからボーカルへ転身、兄弟をメンバーに誘う形でグループが結成された。3人ともに作詞作曲を行い、2012年以降の作品からはセルフプロデュースを行っている。最近では編曲までも自らが行う実力派の制作チームとしての評価も高い。もともとバンド育ちということもあり、ロックやミクスチャーを基盤とした。 アッパーチューン、また、実の兄弟であることから賛成のコーラスワークにも定評がある。アッパーチューン、バラードのどちらも得意とする両党使いとして実力派と呼ばれるボーカルユニットである。また、次世代少南サウンドと称されることもある。自身らが地のつながった家族で結成されたユニットということもあり、ファンのことを音でつながった家族と呼び、 家族を題材にした楽曲も多い。インストアツアー、今夜はステイウィズウミー。ツアー、俺たちマジで紅白でたいからそのためにもっとたくさんの、みんなと音で繋がる家族になりたい。ってことでまずは、まだ行ったことない街の、まだ見ぬ家族に新曲持って、会いに行く。君の家族に、俺たちを紹介してくれよ。ワンマンツアー寿さん兄弟ワンマンライブツアー。 湘南ブロードウェイ3匹の小豚紅白への冒険ツアー寿さん兄弟ワンマンライブツアーロードトー紅白2017ありがとうございます。